おはようございます、えー、コメント返しをしていきたいと思うんですけれども最強サイドマンは誰だというタイトルの動画にいただいたコメントを紹介してみたいと思いますこれは2024年の1月の上旬にアップした動画ですね、えー、まず、えー、高松貞治さんからのコメント紹介しますね私は最初に浮かんだサイドマンはサックスのデイブリームマンですマイルスのバンドで活躍していましたねベースアロン・カーターどん ドラムはトニー・ウィリアムスんてこれそのままマイルスの楽団のメンバーを書いただけしまったということですね <laughs> まああれですかねデイブ・リーブマンはね中山康樹さんがいわく、まあ、あのマイルスのバンドにはさまざまなねテナー・サックス奏者あるいはまあまあソプラノも吹いたりとかも場合によってはしたのかもしれませんけれどもまあ基本テナーですね B フラットの管楽器の中で 一番最強説サックスでは最強説デイ・ブリームは最強説というのは唱えていましたけれども、まあ、なかなかいい線いってるような気がしますねあとはまあベースだとロン・カーターなんですねでドラムはトニー・ガリムス全部まあまあまあ <laughs> マイルスのバンドにいた人たちですよね、まあ、あのロンとトニーはずいぶん長い間一緒にコンビコンビというか リズムセクションを組んでいましたけどねフォアンドモアなんか代表的ですけどもその後もねショーター参加4部作とかにも参加していましたけどもまあニアミスであのデイブ・リーブマンはもう参加した頃はもうトニーではなくジャックになっていてああアル・フォスターかアル・フォスターかジャックになっていてジャック・ディジョネットですよねでベースももうロン・カーターではなくマイケル・ヘンダーソンになっていたのでちょっと時期はずれますけれどもまあいずれにしてもマイルスが雇って サイドマンたたちを3人を人高松さだるさだんは開けてくださいましたで、そのコメントに、永、えー、井つさんがツッコミというかコメントを入れてますね。さすがです。いいっすね。デイブ・リーブマン。すごい。汗水たらしにコちゃんマーク2つだそうです。<laughs> まあ、永井さんもデイブ・リーブマンは買っているみたいですね。永、えー、井つさん、高松さだるさん、コメントありがとうございます。 ひろし足元さんからのコメントも紹介します。新年一番ライブ配信楽しめました。ありがとうございました。長、えー、井さん、チャットで活躍お疲れ様でした。トミー・フラナガン、名盤請負い人とか言われていましたね。まさにその通りですね。さて、そこでコメントです。最強サイドマン1人目、雲村長と同じ理由でアートブレイキー。2人目、オスカー・ピーターソン。 ブレイキーと同様にリーダーの時のバカテク、かっこファンの方には失礼、私は大好きですが、まあ、リーダーの時のバカテクの展覧会は好き嫌いが分かれるところですが、特に JATP 時代に見られるバックに回った時の堅実なサポートへの徹、えー、シぶりが好きです。特にエラのボーカルのバックでのしっとり具合や、アニタシング・ザ・モーストでの、アニタの緩急自在のバックをバカテクを使い分けて 務め上上げた仕ががりが見事です、まあ、確かにねアニタ・シング・ザ・モストの,あのオスカー・ピーターさんピリリと引き締まっていてで素晴らしい伴奏を繰り広げてますよねやっぱあの1曲目の「スワンダフルの」あのピリッとした手出しがこのアルバムのアニタ・シング・ザ・モストのね ムードを決定づけてるような気がしますタラタンタタンタラタンタタンとあの2回繰り返すところでスワンダフォーって入ってるところですけどタラタンタタンってこれでもう名盤決定じゃないって言ってもまあ大げさじゃないと思うぐらいねあの出だしオスカ・ピーターソンかっこいいですよねであのバカテクなんですけどオスカ・ピーターソンっていうのはだけどちゃんとアニタの 歌のバッキングを務めてるんですね。ちゃんと聞こえないピアノを弾いてるんです聞こえないピアノっていうとちょっと大げさかもしれないませんけれども、ちゃんとアニタが歌ってるときは、きちんとですね、さりげなくアニタオデーが一番聞こえるようにサポートしてるんですね。いいところに引き立てるような感じでね。だから、アニタの歌にもう没入してしまうんです。我々聴いてる方は。で、バックの スカーピーターピタソンもちゃんとピアノで伴奏してるんですけどもよっぽど意識していない限りはやっぱり我々はアニタの声だけに意識が集中してしまうというかね、まあ、それぐらいもうさりげなくさりげなく盛り上げているんですよね。そこら辺の,あの押しと引き、まあ、押す場合は、まあ、自分がリーダーの時は押し押し押しまくれって感じですけども引き,引き際というかね引くところは引くって いうその環境がものすごく巧みなピアニストだななんて思いますよね。ということで、えー、またちょっと戻りますけどで3人目がポール・チェンバースですね。ジャズを聴き始めの頃とにかくチェンバースの参加しているプレスティッチのレコードなら間違いなしという覚悟が乏しい知識と経験の中の自分なりの決定打でしたというコメントでしたけれどもはい。ます、まあ ポール・チェンバースが参加してフラッシュイッチのレコードは間違いなし、これ、全く私と一緒じゃないですか、私もなけなしの小遣いはたいて、ディスクユニオンの中古コーナーに行ったときに、あと今日は2枚しか買えないな、どうしようかなって迷ったときに、でもなんか知ってるアルバムあんまないぞーって思って た時にでも安いからこのアルバとこのアルバムとこの CD ぐらいが欲しいけれども決定打となるのは何かアート・テイラーかねポ <laughs> ール・チェンバースなんですよそうするとなんとなくジャケット的にはさえないなーなんてリーダーの人の名前も知ってはいるけどあんま聞くしないなーと思っても ポール・チェンバースがベース弾いているのはまあいいかあの最悪チェンバースのベースだけ弾いてりゃいいやって <laughs> 仮にスカだったとしても外れ弾いたと思っても、まあ、チェンバースがあればまあいいかっていう感じでなけなしの小遣いだから広瀬橋本さんは あの乏しい知識と経験と書かれてますけれども、私の場合は乏,乏しい知識と経験と金の中で <laughs>、乏しい金の中で選びに選んで選んで残,った残る確率が高いのはポール・チェンバーズでしたよね。はい、ポール・チェンバースはいいよってことでね、やっぱり分かってますね、ピーターソンのサイドマンプリも私好きですし、チェンバースのサイドマンプリも、ね、いいですしね、あのブレイキーの あのメッセンジャーズ以外のブレーキですけどもねさりげないサポートっぷりやっぱねこのさりげなさって大事ですよねあのとはいえあのたださりげないだけでオンリーだとあの埋没してしまうんですよだから自分がリーダーになってもちゃんと光るというか引きつけるだけの花があるんだけれども それぐらいの力量はあるんだけれども存在感はあるんだけれどもあえてその存在感を消して脇役に徹してできちんとサポートをしているという共通点がありますよねブレイキーにしてもねピーターソンにしてもチェンバースにしてもねだからまあヒロシ・ハさんのはもう目の付けどころがシャープでしょって感じでね、まあ、何年前のキャッチコピーじゃって感じですけど今シャープってあれ あの台,湾に台湾の企業に買収されたんだったっけ昔はほらシャープ亀山工場とかってありましたけどねそれでまた余談シャープで余談なんですけども四谷の新道通りだったっけかなあのイーグルがあるメイン通りではないあの新宿通りの一本奥の細い路地で飲み屋とかがいっぱいある路地があるんですけれどもそこ入ってすぐにフラットというバーがありましてですねで一時期私はそこをよく通って ていたんです、ね、あとまあ自分のプロフィール画像を撮影した場所もそのフラットっていうところなんですよ。まあ、随分前の話ですけどもね「快楽ジャズ通信」っていう番組始める時に、まあ、一応あのどういう人間がパーソナリティなのかっていうことをねあの東京 FM が発行する月刊誌みたいな、まあ、会員の人だけに 配送される小冊子があったんですけど、小冊子っていうか、半径でかいけど、大冊子かな。まあ、A3 ほどは大きくないけど、A4 よりは大きい、B5 ぐらいのサイズ、B4 ぐらいのサイズだったのかな。で、そこに乗っけたりするための、まあ、潜在写真みたいなものをね、撮影したのもここなんです。もちろん自腹なんですよ。TFM さん、撮影してくれるのかと思ったら。 <laughs> まあどうでもいいんですけど <laughs> なので私がねあの雑誌編集部の時にいた時によくあのお願いをしていたカメラマンに頼んで,でカウンターに座ってでカウンターなん,かな,なんかちょっとカッコつけてねカウンターでちょっとグラス持っている写真とかをね128枚ぐらい撮っていただいてたんですけれどもその中の1枚がその。 ラジオパーソナリティのプロフィール画像として使われたわけですけれども、まあ、そういうまあジャズの雰囲気をね醸し出すバーということで、まあ、私はここでここがいいんじゃねえってことでマスターとも、ね、気心を知れていたので,でそこで撮影した記憶がありますねでなんでそのフラットの話をしているのかというとですねそこのマスターはシャープの社員だったんですねだからフラット <laughs> まあ、ただそれだけなんですけどそれともう一つあってね今あるかどうかわかんないけど市ヶ谷にシャープがあったんですよシャープの本社か忘れましたけど分社かはわかんないですけど、まあ、私も時々ですねそこをあの仕事で取材とかで行った記憶はあるんですけれども、まあ、ちょうど通りを歩いてすぐなんですよ四ツ谷と市ヶ谷って結構歩いて行ける距離じゃないですか。 でその通り大通りを歩いていくとシャープで逆にそのシャープでねあの市ヶ谷の駅を背にして四谷方面に向かって右手にちょっと入ったところがフラットなんですよねでシャープという会社は地上階にあるビルなんですよでフラットというねお店は地下なんですよだからシャープっていうのは半音上げる わけじゃないですかだけどフラットっていうのは下げるっていう意味ですよねだからあのビルはシャープ上げるって地上をっていう意味ですよねでフラットっていうのは下がるつまり地下 <laughs> っていうことなんですよねいやその辺もなかなかシャレが効いてて素晴らしいネーミングだなと思いましたけどなかなか居心地のいいお店でしたよねフラットはねでしたよねって今でもあるのかな営業してるのか分かんないけどで 電子ピアノが置いてあってヤマハのクラビドーバーかなんかかなそれがカウンターの脇にあってマスターはそこでミスティとか枯レ葉とかかななんかあの譜面がジャズの譜面を一生懸命練習して時々そのジャズの演奏を、まあ、譜面通りなんですけれども披露してくださってなかなかの腕前だったと思いましたねで私もそこで弾かせてもらったりしましたそれで あのちょうど韓流ブームのがぐらいの時だったかなよく言ってたのがねだずいぶ分前ですよねほら冬のそなたが流行っていたぐらいの時なんですよねでそこでじゃあ俺にも弾かせろって感じでねでしゃばりな気象がそこでも出てしまうわけですけどもそこで枯葉を弾いたわけですよでふと気が付いてる枯葉を弾いているうちにあれ

なるほどねあのベタで臭くてちょっと感動してください的なメロディーの土台は枯葉だったのねっていうことにね気が付いたバーでしたねって全然関係ないジャズと関係ないんだけどまあそれともう一つね冬のソナなてで調子に乗ってほらやっぱり枯葉とかさ「フライ・ミート・ゥザ・ムーン」とか「酒バラ」っていうのは割とあとオール・オブ・ミーあたりってあのフラットの数黒権の数が少ないっていうのもあり わ、まあ、かりやすいメリハリの効いた32小節構成ということもあるので、まあ、割とピアノを始めた人とか、まあ、ベースもそうかもしれませんけどあもしかしたら管楽器もそうかもしれませんけれどもあのジャズの楽器を始めたての人がよく最初に手がける習うあるいは吹く弾くメロディーっていうかテーマなんですね。で、まあ、例に漏れず「Fly Me to the moon」を弾いて。 もう見たんですよ、Dm7 で始まるバージョンの「フラインイン・ザ・ムなんですけどそしたらですね弾いてるうちにまた気が付いちゃったんですよ。また冬のソナタじゃないですかって冬のソナタでちょっと明るい場面で使われたらら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 ら123123で3拍子のやつなんですけどね。あの ペドゥナじゃなくてペドゥナは違う全然違うね <laughs> 空気人形とかな子 <laughs> 猫によろしくとかグエムルとか私が割と韓流の女流では割と好きですけどもねあの韓国版「ドラゴン桜」でも先生の役で出たペドゥナではなくてペ・ヨンジュンとあとあのヒロイン役ユジンの役をやってた女性が高校時代に。

酔っ払ってるとなんかどうでもいいことを思い出してでどうでもいいことと今目の前の現実が変に接続される瞬間ってあるわけですよ私だけかなそれだからお結構ベロンベロンに、まま、マッカランとか,なんか何杯も飲んじゃうんですよ私基本あの水割りじゃなくてロックかストレートの人なのでねそうするとほらすぐ飲み終わっちゃうねで何杯も頼んじゃうわけですよね それでお会計の時にヒーヒー言うというアホな生活をもうずっと繰り返してるわけですけども、まあ、まあベロンベロンになった状態で半ばサブコンシャスリーな感じでねあリーはいらないんですけどサブコンシャスな感じでピアノを弾いていると、まあ、エレピを弾いているとねなんか無意識に今までそんなこと想像だにしなかった 冬のソナタとなぜかジャズのスタンダードオーソドックスな2-5進行のあれなんか演奏曲がなんか妙に降りてきて。 それで弾いちゃって弾いてからあれこのメロディーなんだろうって思って後で気がつくっていうねなんか肉体が最初に弾いて後で脳みそが自覚するというなんか妙な現象を起こしてしまってその2つが冬のそなただったとそれがたまたまあのフラットというですねシャープじゃないですよ元シャープの社員だったマスターが開いた地下にあるフラットというねあのバーであので 気がついたという、まあ、ただそれだけの話を言いたかっただけなんですけど元の話何からスタートしてそうなっちゃったんだろうっていう感じですけどまあまあそうなんですよ本当にねまあ本当フラットはいいバーでしたよねっていうかまあ今でもやってるんだったら今週久々にちょっと挨拶しに行こうかななんて思っていますけどいいバーでしたよね。 マスターもなかなかいい感じですし結構フランクで話もね話してると面白かったりもするしねまあ割と中ぐらいの広さの店内なんですけれどもあのカウンターじゃなくて奥の方の座席の会話もカウンターに行と全部聞こえるって言ってましたねあ聞こえちゃうんだなんて,てそれは聞こえますよってまあ、だいたい別れ話が多いですねなんてえー、どんな別れ話あるのなんて聞くと いや一番困ったのはですね、なんて話して,してくれるわけなんですよ。なんかもう、倦怠期を迎えていたカップルが、店で、はぁってため息つきながら、やってきて、それで、なんかシャンパンかなんかグ、グラスで、あの、シュワシュワシュワって泡が出るやつで、細長い、まあ、ロンググラスを二人注文するわけですよ。で、おもむろに、そのカップルは、薬指からリングを外して、ポトーンとね、 あのシャンパンか分かんないですけど、まあ、炭酸の入ったカクテルかもしれませんけどそこに沈めるわけですよシュワシュワーって泡が立っているところにね指輪を2人ともリングを沈めてでマスターお会計って言って去っていくわけですよえでええ,え,え,えあまあ、別れ話だともう婚約解消っていうのは分かるんだけれどもああお客さんお客さんすいませんあのグラスの中の指輪は どうするんですかって男の人に聞いたらお会計をした男の人に聞いたらあ処分しといてくださいって,れて <laughs> そ,それはあのできませんよって高いやつでしょっていやいやもう不要になったものですから処分しといてくださいって言われて僕、参りましたよでまあ結局、洗って今でもねもしかしたら気が変わって、まあ、酔っ払っててそれ、シラフになったらやっぱ返せってなる。 りりに来てててありませんって言っ言なんだよなんでしてんだよって言われるのも嫌だから、まあ、ちょっと洗って取ってますけどねなんてねそういう話とかいろいろねまあだん、まあ、男女がよく来るわけですよまあ私もよく女の子連れて行ったのでまあ一言言えませんけど <laughs> まあそれであのだいたい口説きか別れが多い、ね、とでとでいたい会話のパターンも一緒ですよねとで最初は 最初の2週間は見せ始めてね、おんもしれーと思って聞いてたんですけど、もう何年もやってるとうんざりですよって、大体パターンが一緒だからというような話とかもね、聞きましたけれどもね。ということで、すいません、なんか、どんどん話が逸れていっちゃいましたけれどもね。えっ、ー、と、どこまで読んだっけな。えっ、ー、と、ポール・チェンバースの話から、なん,なんかフラットの話になっちゃったね。 で、そのひろし橋本さんに対して永井とさんがコメントを寄せてますね。お疲れ様です。てん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 。笑い笑い笑い。ところで、私だけなんでしょうか。はてなはてなはてな。ソロアルバムより、誰かのバッキングに回った時のオスカー・ピーターソンの心地よさ。てんてんてん。アニタ・シング・ザ・モーストの、スワンダフル、They Can't Take That Away From Me。 In the morning, in the evening って急に調子が変わってねんって、ララララでまたスワンダフーって戻るなんか粋な演出の一曲目なんですけどもね、アニタ・シング・ザ・モスとね、ここで聴けるこの感じめちゃくちゃかっこいいです、てんてんてん、びっくりマーク5つ、汗水たらしニコちゃんマーク3つっていうコメントなんですけど、長井さんのね、まあ、ツボが私と一緒ですね、さすが長井さんですね。 そしたら、えー、その永井さんに、広瀬八本さんから、えー、返事が来ていて、そうなんです、心地よい余裕、びっくりマーク3つ、余裕の心地よさです、ただのバカテクではないと思うのですが、点点点、汗水垂らしにこちゃんマークですね。で、さらに、広ろその広瀬八本さんのコメントに、小田陳とろうさんもコメント入れてますね、ぎょい、びっくりマーク、かける、びっくりマーク3つ、かける無限。 で、その後またびっくりマーク。てんてて今やあまりにお通様ファンからはアホ扱いされているオスピ。かっこオスカー・ピーターソンの略のつもり。てんがかわいそうだ。オスピ。って、オスピって、なんかオスペみたいですね。って。まあい,いや。それで、それに対して、ひろしはちもさんが返事してますね。アイリベンバー・ remember, クリフォードからオータム・リーブスへの心地よさです。と。で、それに対して、小田慎太郎さんがまたひろしはちもさんに返信をしてますし。 してえー、そう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 です。私もこの流れがピーターソンの流れでは一番好きです。ありがとうございます。とても嬉しいです。点々点。でも、ピーターソンなんか今更と抜かすようなド素人の知ったかぶり、はてな、のおつう様、ま、はてな、お通様ってまあ、通のことなんでしょうね。なんぞには、絶対に教えてやらんのですがバク、V サイン。 教えてて絶対ににがカタカタナになってますね <laughs> でこのメドレーこそ響きの大木さんも大好きで、まあ、大木の之助さんですかねもう大好きで絶賛していましたねとで広橋元さんがまた小田陳太郎さんに返信してますね大木さんは2010年過ぎまで響き庵と称して自宅の一部を開放しコーヒーとジャズを楽しませてくれていました 予約しないといけない店だったんですね。それで2人か3人か4人ぐらいで2組ぐらいのお客さんでも店いっぱいになってしまうのをなんか、図紙湘南の方で開いていたという話だけは聞いたことあって行ったことなかったんですね。でももう閉めちゃったんですかね。それは残念ですね。ということで、広瀬橋本さん、東田陳太郎さん、コメントどうもありがとうございました。で、次が J さんからのコメント紹介しますね。 最強はドラムス、まあ最強サイドマンは誰だというお題目なんでね、最強はドラムスエリック・クラバット、ベースジェニー・ブース、この2人は本田武博のサラーム・サラームで聴けます。もうピアノは間違いなくハービー・ハンコックで決まり、J というコメントでしたけど、J さんコメントありがとうございます。またこれ、私、サラーム・サラーム、昔、あのジャズ365日かなんかで取り上げた記憶ありますけど、あの,、ねあの エリッック・グラバットとジェニーブー,スあジュニーブースこのアルバムを聴くまでは全く知らない無名の人だったんですけどすげえわーと思いましたよね確かその動画でもすげえわということを語った記憶がありますけどもねさすが着眼点が J さんらしくていいですねでピアノはハービー・ハンコックまあ本当ハービーは伴奏も上手い人ですからね、まあ さすがですね。まあ皆さんね、ちゃんと聞いてますよね。ということで J さん、コメントありがとうございます。で、次は小ちんとろうさんからのコメントを再びって感じですけどね。えー、小ちんとろうさんからのコメントは、ドラマは皆さんに同じくアートブレーキーだと思いますが、まあ最強サイドがね。私がカメレオンドラマー、ハテナ。 に思うのはジャック出所ネットです。<laughs> まあディジョネットですけどもね出所 <laughs> シャバだ。シャバダシャバダシャバダですかねシャバダバッダ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 でつまりあの刑務所から出たシャバに出た人は大体シャバダシャバダって言いますけれどもというか言うかどうかわかりませんけれども <laughs> それ青いゆうがあの主演の映画でありましたよねなんだったっけね、えー、ちょっと忘れちゃった。 私3回見てるんだけどそれ死者上映前にちょっとマスコミ招待の死者とあと実際映画館見に行ってでさらに息子にも見せると面白いかなと思って DVD を伝えて借りている息子が小さい頃も見せた記憶ありますけどあ百100万円と苦虫女だ、女だピエール滝とかも出ていたやつですね100万円食べるとアルバイト先を買える女点々としてある時は海の家でかき氷を あのひたすら描く女で次がさくらんぼ農園桃川さくらんぼ農園の女で最後が何だ,だったっけショッピングモールかなんかでしたよねそこで花屋さんかなんかかなでそういう話でしたが100万円と苦虫女でなんか喧嘩して、まあ、映画の前半なんですけれども 刑務所に入って、それで刑務所から出所したときに、まあ、多分府中刑務所かどっかだと思うんですけど、その壁を背景に、ぼんやりと歩きながらですね、うつろな感じで歩きながら、シャバダシャバダシャバダっていうところが、まあ、印象的でしたね、葵優のね、青い優のシャバダー。葵優といえば私の中でもシャバダとインストールされてますけれども、えーまあ、ごめんなさい、ジャック出所ネット、<laughs> ディジョネットですと。 この人はフロントラインに合わせて変幻自在というスタイルなので、ブラインドフォールドテストなどで一番ハズレを引きやすいドラマの一人ですよね、笑い。確かに。確かにね。1969マイルスとかね、マイルスのエレクトリックマイルスの時、ドタバタドタバタバカスコを叩いているジャック・ディジョネットと、あのキース・ジャレットのスタンダーズであの神妙にブラッシュワークを重ねているジャック・ディジョネットは、 本当同一人物ななんかいいいと思うぐらい全然違いますよね確かにね、ハズレ弾きやすいドラマの一人かもしれませんね。従ってドラマの個性という意味ではとても分かりにくいタイプですね。私には器用貧乏タイプにも思えますと。まあ、ピアノも弾くからね、ジャック・ディジョンとピアノもスペシャルエディションとかではなんかね、 鍵盤弾いたり鍵盤がメインでこの人何でもさんだな何でも弾けるななんて思いましたけれども、まあ、そこの辺が清、まあ、貧乏タイプと誤解されてしまうところなのかもしれませんけどでもドラマの腕はめちゃくちゃすごいですよね確か日野本彦があのニューヨークに行ってこれはかなわねえなって思ったのが、まあ、エルヴィン・ジョーンズもすごいなと思ってこのふわり無理だなと思って それであの、ニューヨークに行って、もう修行するぞ、修行するぞ、修行するぞって、ニューヨークに行ったら、まあ、そんな尊子みたいなことは言ってないと思いますけど、そしたら、もっとすごいビートを細分化して、楽々と叩き分けられるドラマーがいたって、それがジャック・ディジョネットだって、もう、あチちょーって感じになっちゃったみたいな話は聞いたことありますが、あっみたいな感じってなんだろうって、アッチョンブリケみたいな感じですかね、もう、まいったって、さすがもう。 ハナワンはニューヨークはすごい人材の宝庫だって思ったんでしょうね。及びもつかないもう自分よりもはるかにもう次元を超越したドラマがいるうわーって思わせた存在が。 かの日野本彦に思わせた存在がジャック・ディジョネットだったらしいですけれどもね、まあ、そういった意味では、まあ、ものすごくまあ野蛮人に見える瞬間もありますけど特にまああのマイルスとやってる時とかはね実はすごく理智的で、まあ、数理的にこうリズムを微分できる人でもあるわけですよね、まあ、その辺がだからそんなことができるからこそ何でもできちゃうだか,ら、まあ、だからこそ器用貧乏に移っちゃうのかもしれませんけれどもね。 で続けます。あと、デイブ・ベイリーも渋さという意味では好きですが <laughs> 渋いとこつくね、ほんと。なんとなくプロレスのジャイアント馬場タイプに感じますと。その心は、おお、出た、必殺16問キーク、うおーってな感じ、感じ渋い。 だそうです、すす小さんどううもありがとうございますで私は、ジャック出所ネット、てんてんてん、笑いとコメント返しをしていますけども、小田ち太郎さん、コメントをどうもありがとうございました。で、次はサンジョルディさんからのコメント紹介しますね。腕利きサイド面集結アルバムあるある、丸一ソニックラーク、クールスラッティン、ブルーノート、 ああ確かに腕利きサイドメン集結してますねアートファーマートランペッタージャッキー・マクリンアルトサックスソニー・クラークピアノポール・チェンバースベースフィディ・ジョー・ジョンズドラムス全員リーダーも張れるしでもサイドマンとしても立派なお仕事をされていた方ですねでリーダーのソニー・クラークも含め1958年1月当時の腕利きサイドメンが集結したアルバムです 1960年代のジャズ喫茶族は情報が少ない中腕利きサイド面の職人技にしびれたのでしょうねと2レッドガーランドのソウルジャンクションオールモーニングロングプレスティッチ <laughs> ドナルドバードですもんねトランペットジョン・コルトレンテナーサックスレッドガーランドピアノジョージ・ジョイナーベースアート・テイラードラムス、まあ、ジョージ・ジョイナー以外はまあ知名度高い人たちばっかりですよねリーダーも晴れるし だけどサイドマンにもあっても素晴らしいと、ね、で、これまたレッリーダーのレッド・ガーランの含め1957年11月当時の腕利きサイドメンが集結したアルバムです。おぉ、1年違いですね。クルスタッチの1年前。 ソウルジャンクションではこれピアノトリオの曲と思うような8分を超えるピアノソロガーランドの引き出しの多さに驚きます。確かに。で、ポワーパワーパワーって入ってくるコルトレーン。あ、あなたいたんですかって感じですもんね。<laughs> ずっとピアノトリオでいてるうちにもうこれピアノトリオだよねなんていう風になってきたところで、あーヒーってコルトレーンが入ってボケーっと入ってくるボワー。ボケーだとちょっとあれですね。こんなこと言うとコルトレーンファンに怒られそうですけど忘れた頃にコルトレーンが おいらそろそろ吹いてもいいかいみたいな感じで入ってくるところが何とも言えないソウルジャンクションですけども <laughs>、えーまあ、確かにね8本超えるピアノソロスローでねちょっと ブルージーで、ちょっと気だるい感じで8分も持たせる。まあ、レッドガーランドその時は引き出し多かったんでしょうね。聴かせるピアノ弾いてますもんね。で、アルバムの構成にこだわりのあるアルフレッド・ライオンのブルーノート、のびのびとジャズメンに演奏させるボブ・ワインストックのプレスティッチ、それぞれのレベルの個性が出ていますと。腕利きサイドマンの演奏をにんまりしながら聴くことが楽しみの一つですと。バンゲルディック2本ハードバッピアンのサンジョルディ・リー <laughs> 確かに2本のやつを2つ選びやがったな、に,にくいぜって感じですけど、<laughs> きちんと2本選んでますね、両方ともね。<laughs> さすがサンジョリーさん <laughs>。で、私はこのように変身してますね。バップリアンのセレクトありがとうございました。ブルーノーティックのアルバムからだと、私はルイス・ミスのスミスビデオを上げたいですね。特に2曲目のウェイ,ウェイ,ウェイトゥー ウェトゥーっていうものかなこのチャーリーダウス聞いてみてくださいよ。名前伏せて聞かせたら多くの人きっとわからないから文句とやってる時のイメージ聞くと多分多くの人がえー、これってラウズって言うと思います。勢いがある。そして時折弧を描くような勢いのあるフレーズなんか結構ロリンズ的。ちなみに正月これを 釜石さんに聞かせたらわかりませんでした。ニヤリニコちゃんマーク。確か、うん、ハロルドランドかなとおっしゃった記憶があるんですが、おお、言われてみれば、そういう解釈も筋の良い間違いなのかな、なんて思いました。 あと、ピアノがソニー・クラークなんですよ。これもパーセソネルを知らずに聴けば一瞬、んこれシロバー的な瞬間がいくつもあるんですよ。私も最初聞いたときはそう勘違いしちゃいましたで。リズムセクションがチェンバースとテイラーでしょ。もうこれはゲルディックなノーティアンバップ,バップリハードなブルーライオンな方にとっては重要な、あ水前の演奏だと思うんですよね。と私は返信をいたしました。で サンジュルジーさんからこのような返信が来てますね。熱い、熱すぎます、笑い。ルイ・スミスのスミスビドをこんなに熱く語る人は日本広しといえども高野久保さんぐらいではないでしょうかと爆笑ニコちゃんマーク。思わずジャズアルバムの聴く予定を変更して聴いてみました、笑い。サンジュルジーさん何が聴く予定立てているアルバムを聴いてるんだ。確かにチャーリー・ラウズ、ロリンズ並みに元気破裂ブローが光ってますね。 最低のブルーノーティアンは、チャーリー・ダウスああ、ドナルド・バード、バード・イン・ハンドやソニー・クラーク、リーピン・アンド・ローピン、ベニー・グリーン、バッコン・ザ・シンあたりでいいアドリブ・ソロを吹いていたね。でも残念なのはブルーノートの録画が少ないことだよねというぐらいの熱量だと思いますと。で、私は、えーまあ、これを受けて、まあ、動画もアップしちゃいましたと。 でそのサンジョルディさんに、広瀬橋本さんからもコメントが来ていて、そうなんです。プレスティッチ・ポール・チェンバースの次に、レコードジャケットの裏側で気になり出したキーワードは、ルディ・バンゲルダー、びっくりマーク4つでした。でサンジョルディさんが、広瀬橋本さんに返信していますね。自力でルディ・バンゲルダーに気づかれるとはさすがです。で広瀬橋本さんが、恐縮ですとサンジョルディさんに返信をしていますね。 まあスミスビルいいですよ、皆さん聞いてください、あんまり有名なバンじゃないかもしれませんけど、ジャケットもなんかいい感じのデザインですし、写真のもういい感じの写真が切り取られてますし、そのとね白いコートを着て、にっこり笑うスルイ・スミスの、ね、笑顔も素晴らしいし、それ以上に中身も素晴らしいし、ね、ソニー・クラークがいいんですよね。あと、チャーリー・ラウズもいいし、まあ、ルイ・スミスも本当、屈託のないトランペット。 ですよねまっすぐストレートで温かいんですよねだから見えとか野心とか下心の全くないトランペットは本当ストレートなんですよねまあ見えとか野心とか下心っていうとやらしいかもしれませんけどほらトランペットってやっぱり目立つ楽器なので,でしかも 役どころとしては、ほら、戦隊物で言えば、真ん中のセンターのレッドタイプの楽器じゃないですか。だから、どうしてもリーダーというか主役というか、俺が俺がっていう気象の人が選びがちな楽器のような気もして、まあ、そうじゃないかもしれませんけども、まあ、割とほら、トランペッターの人って、割と前に出てきて、俺が俺がみたいな気質の人、多いような気がするんですね。そうじゃない人もいますけども、 だからそのルイ・スミスはそうじゃない人なんですよね。その辺のちょっと控えめな感じでも出るところは出るけれども下品な出方じゃなくてこう肘でバーゲンセールのおばちゃんみたいに肘で相手を押しのけてでも前に出ていくっていうワゴンにたどり着こうとして「えいえいえい」エイエイエイって前に出ていくような前の出方じゃなくてするりと前に出ていくねその優雅な感じ上品な感じが。 とてても好感の持てるトランペッターですよねなので、まあ、ルイ・スミスのねスミスビルは是非ともブルーノートだし <laughs> サンジュリーさんの好きなブルーノートだしあとね文句好きもね 文句好きは多分チャーリー・ダウズが参加したアルバム数枚ぐらいは持ってるでしょうし聴いているでしょうから、まあ、チャーリー・ダウズのテナーサックスプレーもね好きな人も多いと思うんでねあるいはちょっとヘキへキしてる人も少なくないかもしれませんけどそんなチャーリー・ダウズが生き生きとしたプレーをしているわけですよだから聞きどころ満載ですよこのねスミス・ビルというアルバムはね、まあ、そういうことであのぜひスミス・ビルを聴いてください というのが今回の結論ですね。なんか、サイドマンの話からどんどん、なんか今日は寄り道が多かったなんていうか、いつもですけどもね。そういうことで、今回はですね、2024年の1月の上旬にアップした最強サイドマンは誰だという動画にいただいたコメントを紹介させていただきました。ということで、また他の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。